韓国とロシアの北各六次会談主席代表が18日、朝鮮半島情勢などに対して協議する予定だ。それぞれの主席代表であるリド・イサオ外交部朝鮮半島平和交渉本部長とロシア側のモルグロフ外務次官は同日、ソウル市内の外交部庁舎にて協議を行う。今回の協議で両者は、 朝鮮半島での進展状況に対する意見交換、また完全な非核化及び朝鮮半島での恒久的な平和定着のための両国間の協力法案などについて協議する方針だ。